ニコライ・イバーノビチ・ブラソフはソ連の軍人、ソ連法英雄。大祖国戦争で活躍したエースパイロットだったが、ドイツ軍の捕虜になり、マウトハウゼン強制収容所にて生惨な最期を遂げた。ペトログラードの労働者の家に生まれる。父は農耕器具工場の工員で10月革命にも参加した人物だった。学校卒業後、 金属工として働く傍らコムソモールの秘書を務めていたが、1934年に、英会ミアスニコフ名称第一航空学校に入学。1936年卒業し、戦闘機教官となる。1939年、ソビエト連邦共産党入党。1941年6月の大祖国戦争では、西部戦線第42戦闘機、 連帯戦闘機中隊長として、初日より参戦。1941年7月、上級注意。8月18日、偵察に飛来した188 18を迎撃しようとするも、機関銃が故障したため隊当たりを観光。墜落した機体の中から、不評部隊により救出され、一命を取り留めるも、長期の入院を余儀なくされる。1942年7月、 軍務に復帰し、第434戦闘機連台風。U-2 による、夜間作的任務中、ミレロボ駅付近にて負傷していたフィリップ・デムチェンコフ、上級注意を銃撃の中級助し、基地まで連れ帰った。以降、22回の空中戦に参加し10機を撃墜。1942年11月23日、ソ連邦英雄称号を授与される。 ドイツ軍将校により連行される、ブラソフ1943年7月29日、包囲戦その中のレニングラード上空を約マイナス1で飛行中、降車砲を受け墜落。脱出後、ドイツ軍の捕虜となりリッツマンシュタット近郊の収容所に移送される。1944年春、脱走計画が露見されたために、ビュルツブルグの要塞に移送される。そこで、 脱走計画を企てたため、ニュルンベルクの収容所に移送される。そこでもさらに脱走計画を企てるも、内通者によって露見され、マウトハウゼン強制収容所の20号監獄に移送される。1945年1月、ソ連軍のユーゴスラビア解放に乗じて、暴動を起こすも、即座に鎮圧され、生きたまま焼却炉に投入され、焼き殺された。 20号監獄では2月2日にさらに500名の囚人が脱走するも、軍と地元住民による3ヶ月にわたる捜索で、ほとんどが射殺され、うち生き残ったのは11名のみだった。第二次世界大戦当時、ビュールツブルグに捕虜収容所があったとされる記録はない。市内のマリエンベルク要塞は、第1次世界大戦時称候補捕虜収容所であったが、 第二次世界大戦当時は突撃隊の社交施設であった。ありがとうございます。